今日はね、はい、今日は、はい、これどこですか？今日はね、近江風土記の丘という場所に来てます。はい、これ安土城のすぐ近くなんですけど、まあ、いろんな施設がてんこ盛りということで、はい、オープニングここで会ってました。はい、オープニングここで会ってました。ここで会ってました。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 なんか工事現場。工事現場。いや、これね、信長の館っていう資料館みたいなのがあるんですけど、はい、ちょっとなんか今リニューアル中で、あ、そうなんですか、工事中で、工事あ入れなくなってまして。いや、入れなくなってましてじゃないんで。はい、ただね、スペシャルなんで。あ、スペシャルなんで。大詰めなんで、しかも今日クリスマスちゃいます。あ、そうか。いや、入れなくなってるんでって、そのサンタさんやないんやから。最近の家入れなくなってましてって。はい、サンタさん状態なんですけど、はい、いやでもね、分かってたんですけど、はい、もうここに来ずには いられなかったんですよ。あ、そうなんですか。というのも、はい、ここの安土城の天守閣、はい、5階6階部分が、はい、原寸大、はい、1分の1、はい、で再現されてるんですよ。あ、これ今ほんなら再現してるんですか。いや、それは多分違うと。されてるけど、それをまたリニューアルしてるってことなんですか。いや、それ外でちゃいます、これどうしても。これは外観、外観の工事でしょ。あ、はい、だからこれ終わったらぜひ見に来てほしいんですよ。ほんまっすね。だってね、はい、安土城1分の1ですよ。まあ、たかどうかはもう定かじゃないという説もある中でね。そうなんですか。なかった説もあるんですか。もちろんありますよ、全部。あ、そうか、はい。まあ、確かに昔の話ですからね。だって福岡城なんかむっちゃおもろいですよ。はい、福岡城ね、はい、福岡城の話していいですか。はい、あ、ほんまです。福岡城、さっき、あ、まあ、さっき行かんでいいです。じゃ、さっき動きながら行きます。動きながら行きね。福岡城に関してはね、はい、どう見ても、はい、天守閣あったであろうっていう肝心のとこに、はい、天守閣があったかどうかは分からないですって書いてるんですよ。そうなんですか。はい、はあはあはあ。まあ、多分誰やったかな、ええ、その時の人が、はい、隠したと。あ、あった言うたら弾圧されるから。あ、なるほどなるほど。いや、なかったなかったって言って、あ、はいはいはい、はい、みんなそれを口裏合わせたまま現代に来てもたから。あ、なるほどね。なかったっていう口裏天守閣がね、はいはい、天守なんかなかったですよって。明らかに天守の跡あるんですよ、上行ったら。はい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 。でも今の今まで、令和の時代まで、みんな口裏合わせて、はい、福岡城に天守はなかったって言い切ってるんですよ。そうなんですか。ぜひだから福岡城も行ってみてください。いや、めっちゃおもろいね。やったやろってみんな突っ込む思います。なるほど、やったやろって、この後やろって。はい、じゃあ、はいはい、これですよ、これ。これすごい、これだけ見に来る価値あるじゃないですか。天下布武。はい、天下布武。天下布武、はい、かっこいいです。僕もちょっとこういうの考えようかな。考えます。4文字で。4文字でね。はい、僕はあんま…あ、なんかすげえ。この関ヶ原にもありました、はい、近づくとなるんですよ。はい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 。これ大丈夫ですよね。音楽 OK ですかね。分かんないです。ちょっと細切れになると思う。ちょっと細切れになるから、細切れ用にね、はい、いきますよ、はい、人間50年天下のうちを比べれば夢幻のごとくなり。これね、本能寺で最後踊ったっていう、なんかいろいろねエピソードありますもんね。それ誰か見とったってことでしょ。いや、どうなんでしょうね。白装束、これアウトです、ね、これアウトです、ね、これアウトです、ね、ちょっと、はい、ちょっと、はい、これ完全に権利ありそうな、はい、ありますね、全体。歌、はい、声入り出したらアウトなんで。そうですね、はい、逃げましょう、逃げましょう。これアウト、アウト、これアウトだね。これなんか足跡ありますね。あ、ほんまですね、足跡あります、ね、あれですか、家臣たちの足跡ですか。ほんまにちゃうんすか、ね、なんとか太郎とか最近のちゃいます、ね、これ歌詞の足跡あったのにね、はい、ただね、これね、信長の館が、はい、お休み中なんですけど、はい、これ別でね、はい、安土城考古博物館というのもあるんですよ、この敷地内に。あ、そっち楽しめるんでね。あ、そう、僕の受けた印象はここ来たら、はい、なんかいろんなものめっちゃあるんですよ。これね、ちょっと絵面公園なんですけど、 はいはいはい、あっち行ったらほんまにいろんなものあるんで。そうなんですよ、これぜひ ねおすすめやと思うんで、はい、ここ一日楽しめると思います。はい、じゃあどうします？これ、はい、次抱きます。どうします？作りやすいんで抱いてもいいかなと思うんですけど。はい、あ、ただ三つ次の明日に抱くっていう手もありますけどね。そうですね。はい。
行っときます今日。え、今何分ですか。今5分ちょい。じゃあ抱いときましょうか。抱いときます。抱いときます。抱いときます全然あの時代とか関係なくなって変わってきます。本なんもやめときましょう。やめときましょう。ね、あの信長で前もあのナオトラオランの柴崎コーランドだったらもう抱かんとくわって言った事件もあったんで、はい、ありましたね、はいはい、柴崎コーもね抱かれたらないわと思いますけどねきっとね、はい、明日の動画をお楽しみに。